それでは授業を始めます。今日は、第4章になりますね。固有地問題という、固有地問題というふうにタイトルはつけたけども、数値解析的には固有地の計算方法です。数値解析で固有地を求めるにはどうしたらいいか。で、固有地についてはどう、後でもまた話出てくるけども、どういうものかとか、手計算でやるには、どういうふうにしてやっていったらいいか、それはもうすでに1年2年で、何回も聞いてると思います。ですから、大体のことはみんな分かってると思うんだけども、数値計算だとちょっと独特のアルゴリズムを使ったりするので、それを知っておいてください。実際に今まで数学で習ったよりもずっと簡単な方法もあります。あるいは簡単だけど面倒くさいという方法もあります。いろいろです。まず一応念のため基礎的なところをちょっともう一回だけ復習しておきましょう。固有値、A を N 字の正方形列とします。で、 X は N 次元のベクトルで、ラムダ、これは行列 A の固有値とすると、固有値と正方形列、それから N 次元のベクトルの間にこういう関係が成り立つ、逆に言うとこういう関係が成り立つ時のラムダを固有値と言っている。で、これでラムダを解く時どうしたかっていうと、これ辺辺をちょっと入れ替えてこういう数式にします。で、単純な代数方程式だとここの括弧の中をゼロにすればいい、そういう解を見つければいいということですけど、これ行列なんだよね。行列だから単純にゼロにするわけにはいかないと。どうすればいいかなというと、実はこれの行列式を求めてそれがゼロになるようにしてやればいい、そういうことで、ラムダを求めればいい。ここで急に i っていうのが出てきましたけど、これ単位行列ですね。これ約束で、i を単位行列とするっていうのもだいぶ今何回も聞いてると思うので分かると思います。で、ここで実際にはこれ解くときにこの行列式を展開した代数方程式を求めて代数方程式の解を求める、そういう手順になっていくと思うんだけども、その行列 A のこの式から出てきた代数方程式のことを固有方程式っていうふうに呼んでます。で、今のが多分1年2年で、習ってきた方法で、あれを実際に手計算でいろんな方法で使って解くということは授業でというか試験なんかでもやってくださいと言って、課せられてきた課題だと思います。で、数値解析の時にはじゃあ今後どういう方法を使っていくかというと、一番よく使うのは相似変換と言われているもの。これも数式的には見たことあると思うんだけど、あまり普段使わないと思います。なぜかというとかなり計算が手強い、面倒くさいので、どちらかというと後回しにされている内容かもしれないです。さっきと同じで A を N 字の正方形列、ここで P を正則行列と言っています。正則行列って分かりますか、どんなものかって。すごく簡単な表現をしてしまうと逆行列を持ってる行列ですね。もうちょっときちっとした定義ありますけど、簡単に言ってしまうと逆行列を持っている、そういう行列です。そういうふうにするときに A と PA インバース P×A×inverseP、 これですね。これは固有値が一致します。つまりこの計算を行っても固有値は変わらない。逆でもいいです。 P インバース ×A×P、 これでもいいです。この3種類 A とこの正則行列をかけた、これはこの行列は固有値については全く変わらない。で、じゃあ P はどんなものがいい、どんなものがいいか、いいかというよりはどういうものでなければいけないかというと、何でもいいです。さっき言った通り正則行列であれば何でもいいんだけど、ただいい加減に P を選んで掛け算をしただけだと数値がどんどん複雑になってきます。余計扱いにくくなる。だから扱いやすいように変形しなきゃいけないね。じゃあどういうふうにして、どういうふうにすれば最終的に扱いやすくなるのかというと、この P をかけることによって対角行列になる。だから A の行列が対角成分以外は全てゼロになってしまう。これ非常に扱いやすいです。もうみんな行列式というか固有値の計算をしてきたので分かると思うんだけど、対角成分しか残っていなければその対角成分の値が固有値だよね。だからそうなってしまえば非常に簡単だということで、
対角行列を作るような P を求める。まあ、ただ対角化することによっても何か変わるものはあるので、これは一体線形変換では何が変わったかという、これは自分でもう一回頭の中に整理してみてください。ここではここは数学的な話になってしまうので、ちょっと詳しくはやりませんけども、これは1、2年、2年の固有値のところで勉強しているはずですね。2年の物上数学でもかなり詳しくやっていると思うので、もう一回ちょっと頭の中に、まあ、思い出してください。そのくらいだと各自調べてみようと書いてありますけど、思い出すくらいでいいんじゃないかと思います。では次に固有値と固有ベクトル、この話もしておきましょう。求めるもの、固有値問題として求めるものは必ずしも固有値だけではなくて、固有ベクトルも求めることが多々あります。では次に示す行列への固有値と固有ベクトルを求めてみようと、こういう今2行2列の簡単な式にしておきましたけれども、これの固有値と固有ベクトルを求める、まあ、どういうふうにするか、これ多分知らない人はいないと思うので、まあ、一応まあざっと聞いておいてくれればいいです。まあ、さっきも言ったまず固有方程式を求める、この行列式を展開すればいいですね。この行列式を展開して固有方程式を求めてやる。この固有方程式、今回非常に簡単な結果になるようにしました。この後の式も数式も展開も必要だったので、ラムダの値、固有値の値は1と2になるように問題を作っておきました。まあ、しかもここでね、因数分解もできるから非常に簡単です。まあ、ここまでは簡単にあっさりできる。じゃあこの後固有ベクトルを求めるにはどうしたらいいか、最初の固有値の定義式に戻ります。 AX イコールラムダ X、 このラムダが固有値だったわけだよね。で、今ラムダの値が 2つ、1と2という2つ求まりました。で、この2つについてそれぞれ固有ベクトルがあります。ラムダが1の時、ラムダが2の時、それぞれについて固有ベクトルがある。だから順番に求めていかなきゃいけない。で、まずラムダイコール1を代入、どこに代入するかというと、さっきの定義式ですね。まあ、実際に展開した式はこういう形になります。まあ、ここは係数が1なので分かりにくいけども、この右辺のベクトルの前に係数1がかかってます。で、この数式だけど、これ一応2つの連立方程式なんだけど、展開すると同じ式になります。両方とも同じ式が得られる。で、この数式から、この1本の数式しかないんだけども、この式から、X1 と X2 の関係式、関係したベクトルですね、 X1、X2 の関係のベクトルを求めてやる。で、それに対して、まあ、C1 という任意の定数をかけたもの、これが固有ベクトルになります。で、ただこれ見てもらうと分かるんだけども、ただ、X1 の値というのは X2 にマイナスをかけたものだけですね。単にマイナスがついただけです。そうなってると、どっちを1にしてどっちをマイナス1にすればいいか、これはどちらでもいいです。さっきも言った通り C1 が任意の定数なんで、どちらを選んでも吸収されてしまいます。もっと知ってしまうと、今これ1、1って一番簡単な表現を選んでますけども、よくやる方法として正規化すると、ベクトルの大きさを1に合わせるような形で求めておく、そういう形で求めることが非常に多いですね。で、次にラムダが2の時も同じようにやる。そうすると X1 と X2 の関係式はこういうふうに出てきます。まあ、これを求めて、まあ、X2 を基準に X2 を1にしておくと X1 はこういう値になる。まあ、この1本の式からこのベクトルっていうのかな、 X1、X2 の関係を求めているので、これバリエーションがめちゃくちゃ多いです。だからこれだけではいろんな答えが出てしまうので、まあ、普通数学で1年か2年の時に習ったのは、多分これを、まあ、どちらかが、分かるようにというか、どちらかの値が決まるような表現をしてあるとか、あるいは正規化して大きさを1にしろとか、まあ、何かそういうふうな条件をつけて計算させた、そういうことが多いと思います。また今ラムダが1の時と2の時2つ別々に求めたけども、最終的に2つの固有ベクトルを合成したもの、まあ、要は線形結合したものですね、2つ足したもの、これも固有ベクトルです。まあ、最終結果としてこの2つを足したものを求めなさいという、そういう場合が結構多いかもしれないですね。
で、この固有値はどのような場面で必要になるか、これ実は物理学ですね、物理系 の、 あの研究とかあの現象では非常によく使うんですけども、まあ、それはあの必ず物理情報数学で聞いてるはずなんだけども、また自分で、どういう場合に使えそうかって頭の中にこれも整理してみてください。これはちょっと調べてみないと分かんないかもしれないですね。あの実際に本当にあの理解できる、あるいはもう頻繁に使うのは4年生以上の研究に入ってからかもしれません。まあこれ調べてみましょうと。ちょっと物理情報数学の授業内容をあの知らないんだけども、もしかしたら物理情報数学ですでにいろんなあの情報を与えているかもしれません。これはあの、その担当の先生に聞いてみないと分からないんですけども、まあ、もしあの十分でなければ自分でもう一回頭の中に整理してみてください。ということでここまでがあの固有値の、一般的な話で、次ここからが実際の数値解析法です。でヤコビ法というのがあるんだけども、まず最初にヤコビ法というのを説明しますけども、これはあの歴史的にというのかな、非常に有名な方法で非常に分かりやすい方法です。何をやってるかというのは非常に分かりやすい。まあ、ただあのじゃあ今現在ヤコビ法がじゃあ、 あの固有値問題、固有値を解く時の中心かというと必ずしもそうではないです。さっきも言った通り歴史的には有名なんだけども、今どんどん改良されて非常に固有値計算法がいろいろ出てます。まあ、ただアルゴリズムとしては重要な話で、まあ、これは知っておいてほしい話なのでここでは説明することにします。どういうものを扱うか、実対称行列の固有値を計算するための基本的な方法です。実対称行列って分かりますかね。さっきの正方行列で対角成分を中心にしてちょうどあの対照的になっている、数値が対照的になっている、何か非常に特殊な、行列のように感じますよね。一般的にはそんなもんないんじゃないか、まあ多分1年の数学かな、1年2年の数学でこういう値求めろって言われた時にそんな問題めったに見ない、だから大して使えないんじゃないかと思うかもしれませんけども、実際はそんなことなくて、物理系でこれはあの2年の科目でもあったかもしれないけども、偏微分方程式を扱う、あるいはあのいろんなあの連立方程式を扱うときに物理現象を扱うそういう方程式から出てくるのは実対称行列がかなり多いんですね。ですからあのそれを使って、その実対称行列の固有値を求める場合には非常によく使えます。もちろんさっきも言った通り対称行列じゃない場合も今いろんなあの変換アルゴリズムが、まあ、考えられていて、最終的にその変換を行った後にこういう実対称行列のアルゴリズムを使うとか、そういう方法もあります。まあ、それについてはもうさらにアドバンストの話なので、あの専門的な研究に入ってからあの調べるようにしてください。ここではあのみんなに共通に説明するので、あのかなり基礎的なところを中心に説明します。で、あのあと直行行列の利用というのをやるんですけど、さっき言った、まあ、相似変換ですね、A という行列がありました。 A という行列を P という正則行列で挟んで、それで、まあ、行列の形を変形していく、まあ、要は簡単に言うと対角成分だけ残るようにする。その時にそのさっき言った B 正則行列 P を使うんだけども、これをどういうものを選ぶかって難しいんですけども、これでは非常にうまいものが考えられていると。ここでは直行行列を使います。P 直行行列、どんな行列かというと、転置行列分かりますね。さっき言ったあの対角成分を基準にしてひっくり返した、ちょうど逆にしたもの、それを転置行列というけど、転置行列と逆行列、 P の逆行列、これが等しい。これは非常に簡単です。素晴らしいです。なぜかというと逆行列を1回計算するごとに計算精度、まあ、精度の問題でね、最終的なあの計算精度が落ちてしまうと、あるいは計算速度が非常に落ちてしまう、そういうことはよくあるんだけど、転置は非常に楽です。対角成分を基準にただ入れ替えるだけだから、そうすると速度もあの非常に上がるし、実際のところ計算精度も全く問題ないということで、まあ、こういうものが使えればいいと。ただ問題はそんなうまい直行行列があるのかということなんですけども、これはヤコビ法がやっぱりできた一番の、まあ、原因だと、まあ、理由だと思うんだけども、あ、いいのがあったんですね。後で紹介します。
で相似変換、さっきのもうおさらいですけど、A の K マイナス、これ実際には1回ではできないので繰り返して何回も相似変換を行うんだけども、K マイナス1番目の A 行列、それを、まあ、P という直行行列で変換する。でその場合、さっき言った通りここに逆行列が入ったんだけども、それを転置行列に変えてやる、こういう計算にしてやる。まあ、ここら辺はさっき言いましたね、とにかく逆行列計算はもう計算精度の劣化と速度低下、まあ、これ随分言われてますので、できるだけやりたくないんですね。で、あとヤコビ法の方針としては、今ここにあるように、K-1 番目のものから K 番目のものを作る、つまり1回で計算を全部終わらせるのではなくて、非常に簡単な公式を使って繰り返して、最終的に対角化をしていく、相似変換をというか反復的に利用すると。あとこれ、1回の計算で対角成分以外の成分の全てではないんですけど何箇所かずつをゼロに変えていく、ですから数回やると対角成分が全部ゼロに変わっていく、そういうアルゴリズムです。さあ、ここで相似変換に用いる直行行列が出てきました。これを考えている人はすごいと思うんですが、どういうものかっていうと、基本的には単位行列です。対角成分に1が並んでそれ以外は全部0というのが単位行列で、それで何をやるかっていうと、ここでは P 行 Q 列の成分と Q 行 P 列の成分の2箇所を0にする。あまり多くを望まず2箇所だけに絞って、ちょうどだから対角成分ですね、ここの対角成分からちょうど対照的になったというこの2箇所、この0とこの0、この0とこの0のようにちょうど対角成分になって対照的になっているところを0にしていく。でさっきも言った通り、これ実際相互行列だから、今はもうこれ0書いてあるけど、こことここ、あるいはこことここは同じ数値が入ってた、実数の同じ数値が入ってた、元はそういうものでしたと、それの、組み合わせでどんどん0を作っていくと。でその時の行列式だけど、さっき言った対角成分が全部1なんだけど、P 行 Q 列および Q 行 P 列のところだけを0にしたいときには、ここをこういうふうに、ここの対角成分はコサインですね、あとサインシータマイナスサインシータをこういうふうにして対照的に入れてやる。これ何かっていうと、この4つだけ取り出すと、まあ、見れば分かる通り回転行列です。だからみんなも非常によく知ってるこれだけのことで、たったこれだけの公式で P 行 Q 列と Q 行 P 列をどんどんゼロにしていくことができる。ということで、今の式をですね、さっきの P と、まあ、P インバースですけども、まあ、P と P の転置、そこに入れてやると。でさっきの AK-1 の番目のところを、まあ、変換する、この数式を、まあ、実際には展開して計算してるんですね。展開するとこんな数式になります、まあ、ちょっとこれ、サインコサインがたくさん入ってるけども、要は回転行列をかけた結果ですね。回転行列をかけた形になってるだけです。そんなに複雑な数式ではないです。でただしこの数式が使えるのは P と Q ではないとこ、 J の値が P と Q 以外、じゃあ使えないとこはどこかっていうと、P ちょうど、PP 成分ですね、 P 行 P 列のところと Q 行 Q 列、それから P 行 Q 列と Q 行 P 列、この4箇所についてはこの数式ではなくなります。この4箇所についてはどうなるかというと、今言ったこの4箇所ね、この4箇所については式が若干変わります。ちょっとですけど若干変わります。でこういう数式になって、こういう公式で表すことができると。でいろいろ公式でこう展開してきたけど、じゃあ何やりたいんだっけってもう一回思い出してもらうと、これ展開して1回の操作でさっき言った P 行 Q 列と Q 行 P 列のこの値、この要素、これをゼロにしたいんだよね。だからゼロになるように他のパラメータを全部決めてやればいい。何がパラメータになっているかというと、この数式では
さっき言った9行9列とか P 行 P 列のこれは一つ前の行列 A の値だから、これは定数です。実際にはこう数式になってるけど定数です。でどれがないところかな、これも K-1 番目だからこれ定数であります。ないところって要はセータだけなんですね。だこれセータ決めてやれば簡単に計算できます。でどういうふうに決めるかというと、要は逆算すればいい。この P 行 Q 列と Q 行 P 列、これを両方ともゼロにしたい。でさっきも言った通り、この値 P 行 Q 列のと Q 行 P 列の値ですね、この値というのは両方とも、実対称行列だから同じ値です。ですから今ちょっとこれ同じ変数で書いてしまったけども同じ値になってます。同じ値なので結局この右辺っていうのは全く同じ数式だと思ってください。まあそういうふうに書いちゃいましたけど、ここではで、そうするとそこをまとめてやる、そこをまとめてやって、今サインコサイン両方あるんだけども、これをコサイン事情でうまくくってやる。そうするとまあ要はこの括弧の中でくくられたところをゼロにすればいい。まあその中見るとタンジェントしかありませんね。タンジェントしかないからこれうまくまあまとめてやってやる、うまくまとめてやる、まあセータイコールの形でまとめてやればいいんですけども、そこでちょっとこれは分かりますかね。最終的にセータイコールでこういう数式なんだけども、ここではこの公式使ってます。タンジェントの倍角の公式ね。今の数式の中にタンジェントセータというとこと1マイナスタンジェント事乗セータありました。だからそこをうまく分子分母になるようにというかな、うまく合わせてやるとこんな公式を得ることができます。まあここの展開についてというか誘導については非常に簡単なんで自分たちでもやってみてください。こうなります。ただしこの数式一箇所だけちょっと問題が出てくる。どこかっていうと、QQ 成分と PP 成分、対角成分ですね、のここの値、この入れ替えようと思ってた、入れ替えというか変換したいこの2箇所の値がたまたま同じだった場合、P を Q ですと、P を P ですと、Q を Q ですの値がたまたま同じだった場合は、分母がゼロになってしまいます。この場合は、数値計算上計算できません。まあ、ただ数学のタンジェントの形を知っていれば、形を知っていればみんな簡単に求められるんですけど、まあ、そうは言っても数学的にというか、計算機的には、これは求められないので、じゃあこの時どうするかというと、この前の数式に立ち返って考えましょうと。そうするとここの値がゼロなわけだよね。ここの値がゼロです。そうすると1マイナスタンジェント事乗セータが1である。いやここがゼロです。ここがゼロだからタンジェント事乗セータが1ですということが分かるので、結局その場合ここが等しい時にはセータを4分の π にしてしまおう、もう最初からそういうふうにしてしまおう、それだけで計算ができます。ですから意外と3行3列ぐらいっていうのかな、とか4行4列ぐらいの計算だと同じ値がよく出てくるので、θ イコール4分の π を使うことはかなり多いですね。でさらにちょっとここではここまでの基礎的な話をしっかり理解してもらえば十分なので、テキストに書いてあるのを参考にしてくれればいいんですけども、テキストでは、この計算の方法は同じなんだけども、計算誤差をなくす、さっき、これは前々回ぐらいの授業でしょうか、情報落ちとか桁落ち、そういう問題が数値計算で出てくるよって話をしたんだけども、この桁落ちの問題を回避するための、ちょっとしたアルゴリズムの変、数式の変形ですね、数式の変形を行っている、そういう方法がよく知られています。これウィルキンソンの公式っていうんですけども、ウィルキンソンという方が、そういう桁落ちをしにくくするような公式っていうのを書いてくれました、考えてくれました。で、それを一般的にはよく使います。ヤコビ法では一般的には計算機に実装するときはよく使います。ただみんなが理解する内容ではここまでの本当にヤコビ法の基本的な原理が分かってくれれば十分だと思ってます。で、次にヤコビ法を使って固有ベクトルを計算する方法、これを考えていこう。で、さっきも言った通り、最初に P1 とか P2 ってなってるけども、これはさっきの正則行列ですね。正則行列で最初の2箇所を
ゼロにする、これは次の2箇所をゼロにする、そういう正則行列なんだけども、こういうふうにして何回かずっと、まあ、両側からですね、両側から P1、P2、PK というふうに順番に正則行列を掛け算していく。で最終的にはこういう形になっています。 AK イコール PAP の点値っていう、そういう形になってるんですけど、実際にはこれよく考えてみると、元々の A を対角化させる、対角化させる、こういう正則行列があると。この正則行列は実は固有ベクトルが並んだ行列になってるんですね。最終的に出てきてるっていうか、最終的に1回でもしこの A が最終的に対角成分だけ残すような行列、そういうこの P がね、A からいきなり対角成分だけの対角行列にするような、そういう正則行列であるならば、この P は、各列に固有ベクトルが並んでいる、そういうものになっています。ということはこれ計算していくと、1回ごとに P1、P2、P3 って、まあ、点値行列をどんどん掛け算してるんですけど、これ全部掛け算してやると、この結果が固有ベクトル並べたものになっているんだという、これはもう本当に副産物です。計算の副産物だけども、そういうものが自動的にできている、だからそれ計算してやればいいだろう。で実際の固有ベクトルの計算は今言った通り、まあ、最初の初期状態を単位行列としておいて、今言ったみたいに、正則行列ですね、 P を決めるごとにというかな、θ の値が決まるごとに順番にこの掛け算をしてやればいい。 P の値ですね、P の正則行列をどんどん掛け算してやればいいと。でその結果最終的に出てきた行列というのが、さっきも言った通り固有ベクトルを並べたものになっている、まあ、ということで今のようなことが分かればというか、大体原理的なことが分かってくれればいいかなと。で次にヤコビ法を用いて次の行列の固有値を求めてみましょうと。これ手計算でできる範囲のものにしたんで、ものすごく簡単なものしかテキストには書いてません。で実際には今日後で、実施を行うものがありますね。もうすでにみんなの方にプリント配ってありますけど、それもこの方法を使います。ヤコビ法を使って、固有値を求める、ここの例題と同じようなことを手計算でやってもらうと。でこれこういう元の行列があったと、 A という行列があったときに対角成分だけ残す、対角行列の成分どうしたらいいかと、あと残っているのは実はこことこだけです。13成分と31成分、13成分と31成分、この2つをゼロにすればいい。でなおかつ見てもらうと、A の11、 A の33、ここの2箇所は同じ値になっちゃってます。だから θ の値は4分の π でいい。そうすると、まあ、考えてみると2箇所をゼロにすればいいだけなんで、演算は1回で終わります。この場合の回転行列 P というのはこういう形で表すことができる。まあサインコサインではなくて、もう4分の π を入れて展開しちゃってますけど、まあこういう形で表すことができると。でこの数式をさっき言ったように、A の両側から掛け算してある。まあこちらは点値ですけどね。こちらは点値、P そのものと P の点値を両側から掛けてやる。ちょっと計算量多いんだけどね。まあ、それで、さっきも言った通りゼロの数をちょっと多くしたんだけども、そうすると1回計算しただけでこの PAP トランスフォーム、トランスファー、この点値行列を計算、まあ、計算した段階でこういう形になります。0-12で、こうすると対角成分というのは固有値になっているわけだから、固有値は0と -1 と2という、この3つが固有値になっている。対角成分に0が入ることはもちろんあります。固有値の値が0っていうこともあるので、ここで一つ注意、まあ、数値解析やってる人は知ってるんだけども、ヤコビ法の数値計算結果、これはテキストもコラムという形で入れさせてもらったけども、数値計算結果でヤコビ法の今の方法で、これがすぐ分かる人っていうのはもう相当センスがいい人なんだけども、固有ベクトルの計算っていうのは単位行列を初期として回転行列で、まあ、を順次乗算することによって行われましたと。回転行列で固有値が1というか、まあ、絶対値ですね、大きさ1ですね、大きさ1の
回転行列を順次掛け算しました。それによってそのためですが、最終的に得られた固有ベクトルというのは正規化された値、つまりベクトルの大きさが1になってます。ベクトルの大きさが1に正規化されちゃってます、最終的に出てきた結果が。ところが、ところがというのかな、みんなが、数学で実際に習ってきた演算方法ってあると思うんだけども、理論的に数式を解いていくと、理論的には必ずしもそのベクトルの大きさを1にしてないんですね。しないで解いている場合が多いので、出てきた結果、手計算で出てきた結果とヤコビ法などを使って出てきた数値計算の結果が違っていると、そういう場合もあります。そういう場合もたまにあります。ですからそういう場合にはこれを思い出してください。ヤコビ法の方は最終的に出てきたものは、正規化されたもの、正規化された固有ベクトルが出てくると、そこだけちょっと知っておいてください。では次に、ヤコビ法というのも面白い方法ではあるんだけどね、非常にアルゴリズム的には非常に有名だし面白い方法であるんだけど、この辺からとはもっと面白いというか独特な方法が出ています。 LR 分解、 LR 分解による固有値計算、これはルーティスハウザーという有名な方なんですけども、この人が考案した固有値計算法です。で、LR 分解って何かというと、 L 行列、レフトですね、左行列と R 行列、右行列に分解するということで LR 分解と言っているんですけども、実際にじゃあこの L と R はどういう行列かというと、早い話が LU 分解です。下三角行列と上三角行列に分ける、ただルーティスハウザーがずっとこの方法を LR 分解と呼び続けたので、この方法は未だに LR 分解法と言われています。LU 分解と全く同じ方法です。ですからこの後も記号ではみんなが使ってもらっているテキストでは LU というような記号で書いています。さっきも出ましたね、固有値の定義、こんな話、これはもういいでしょう。じゃあ次、これも非常に数式としては分かりやすいんだけども、行列 A、係数行列なんかは使うんだけども、要は正方行列ですね、これを LU 分解した時の下三角行列と上三角行列を L0U0 とします。一番最初ですね、最初だから A0 を L0U0 という形で表します。で、この数式、これはいいよね、これはただこういうふうに変形したってだけだから。で、次、この、右辺の左側に、U0 インバースと U0 をかけたもの、これを代入します。代入するというのは挿入というのかな、掛け算しちゃいます。U0 インバース U0 っていうのは、これは要は単位行列ですね、逆行列をかけたんだから単位行列ですね、当たり前ですけど、だからここに単位行列かけても結果変わりません。だから結局こうなります。 A0 のところにこういうものやる。で、その後ちょっと作りをちょっと変えましたけど、ここに括弧をつけました。 U0 インバースと U0、 ここは2つは最初はもともとは後から入れたものなんだけど、そうではなくてここに括弧をつけて U0 インバースと U0 でこの真ん中2つを挟んでる形にしました。これで何が起こったかというと、A0 と A0 とこの全体というのかな、これ全体像というのは同じ数式ですね、同じ数式です。それが分かる。これを A1 としました。で、次に A1 のところですけども、 A1 はどういうものかというと、 U0 と L0 を掛け算したものです。で、この A1 に対してまた同じことをやります。これを A2 にします。その場合だけども、この0というサフィックスは全部変わりますけどね、次は、この U のサフィックス、 L のサフィックスは全部1になるのかな、全部変わります。ですけども、やってることはこれです。つまり LU 分解をして L と U の掛け算を逆にしたこういう行列を次々と求めていく。ただやってることは本当に LU 分解と
行列を逆にして掛け算するという非常に単純な操作なんだけど、これをずっと繰り返していくと最終的にこの A という行列は上三角行列になります。で、上三角行列だからこの対角成分に最後残ったものはこれは全部固有値になっています。非常に不思議なんだけども、こういうものですね。まあ、LU 分解とこの乗算の順序を逆にするというこの操作を繰り返すだけで固有値が求まってしまう。不思議です。で、何かっていうと、これはさっき言った通り、この数字行列、まあこの A ですね、 A1 と、まあこれはだからこれ変形してこの A0 をこういう形に書き換えたんだけども、逆に見てみましょうと、 A1 という行列をこういう相似変換した行列ですね。そうすると A1 と A0 は固有値が変わらないという相似変換の大きなさっきルールがありました。それを使ってるわけですね。だからこういう変換を何回やっても固有値は変わらないという、おかしい、面白い、何かちょっと騙されたような方法ですけど、やってみると本当にちゃんと固有値が求まります。では次、 QR 分解による固有値。QR 分解は何かっていうと、これもまあ有名な方法ではあるんだけども、さっきの LR 分解と非常によく似てます。行列 A をさっきは上三角行列と下三角行列に直したんだけど、今度は直行行列 Q と上三角行列 R に分解する。直行行列って何かっていうと、一回さっき出ましたね、ヤコビ行列のところで出たと、 Q のインバースですけど、まあ Q のこの転地です、 Q の転地と Q、あるいは Q と Q の転地、こういう掛け算をしたときに単位行列になる。もともとは Q の転地と Q のインバースが同じ行列だっていう、そこから来てるんですけども、こういうものですね。こういうので、これ I は単位行列ですね。で、 Q の形ですけど、このラージ Q というのはこれスモール Q、 Q1、 Q2 と、これはベクトルですけども、こういうベクトルの穴表記ができると。で、この場合、直行行列の場合だけど、この直行行列、これは Q1 から QN、これが互いに直行しています。で、なおかつ今 QI の値を1というふうに考えます。で、この QR 分解というのも今言った方法、さっきの方法とそっくりなので、まあ見てください、同じ数式です。A0 を Q0R0、まあ、直行行列と上三角行列に分解する。それに R0 インバースと R0 を掛け算する。さっきと記号が変わっただけだよね、記号が変わっただけで、同じように変形してやると A0 イコール R0 インバース A1R0、まあ、この場合 A1 というのはここですね、これは、Q と R の掛け算の順序を逆にしただけです。さっきと同じように A1 と A0 は、これは A1 と A0 については固有値は変わらないということですから、これ何回この操作を行ってもいいわけですね。何回操作を行っても固有値は変わらない。ですから同じように R と Q、Q と R を求めてやって、順番、掛け算の順番を入れ替えてやって、この A の N プラス1になってますけども、上三角行列、これが上三角行列になるまで繰り返す。まあ数値計算なんで、誤差の範囲でね、下三角の部分がほぼゼロに近ければ問題ないんですけども、その対角成分がこういう値になっている。方法としてはこれです。非常に見てると単純だよね。やってることは非常に単純です。まあただ一つずつの計算がね、LU 分解もそうだし、QR 分解も非常に面倒くさいんですけどね。で、LR 分解についてはもうすでに先週までに2回ぐらいかな、方法を教えました。で、ここでは QR 分解についてはまだ何も情報がないので、ここでは QR 分解の方法を説明しておきます。で、有名な方法としてグラムシュミットの直行化法っていうのがあるので、それについて説明します。これも展開式を見てください。グラムシュミットというのはこういう名前ですけども、グラムシュミットさんが考え出した方法。で、
行列 A を直行行列と上三角行列で分解するんだけども、ここで直行行列を Q、 上三角行列を R としておきます。 QR 分解と言ってるのでそうしておきます。でさらに Q、 ラージ Q の中は Q1、Q2、Qn というベクトルでできている。これもいいですね。でさっき言った通り Q1 とか Q2 それぞれが直行してます。であと上三角行列については今 R という記号で表しました。スモール R、 スモール R ですね、いや各成分は R11 から RNN までで、下三角のこの部分は0です。でさっきの Q、 今のこの式を使ってこのまあそれぞれの要素を使って、掛け算をしてまとめてやるとこんな形になる、まあ、一番あの最初の第1項は R11、Q1 から、だんだん項の数が増えてきます。で第 N 項になると、まあ、サメーションでこれだけ、I イコール1から N までこんだけ加えなきゃいけない、こういう状況になってます。で次 QR というのはもともとは A の値ですね。 A という行列を展開したもので、各 A の行列のこれカンマつけてませんけども A の行列の各列をベクトルとして扱いました。ベクトルとして考えてやる。そうするとこの QR と A というのはもう基本的に同じものですから、まず一番左側から順番に扱っています。一番左側 A の1イコール R の1、Q の1、この関係ですね。これは一番最初なんだけど、実を言うとこれ問題を解くときに、少し自由度があります。自由度があって自分で考えて、まあ、決めてしまっていい部分があると、そこが最初から出てくる。どこかというとまず、まあ、これから、R の11と Q の1を両方求めるんだけども式1本しかないです。だから何か条件を自分で加えてしまっていいです。これはどういう条件にしたかというと、この R11 の大きさ、つまり対角、まあ、対角成分っていうのかな、この R11 の大きさ、これはベクトル A1 そのものの大きさにしてしまうと。ですから Q1 と R1 A1 というのは基本的に同じベクトルなんだけど、定数倍されたもの、だから正規化してやろうということですね。 Q1 は A1 を正規化したものにしてしまうと、ということで配ったものですね。そういうことです。一回ちょっと X1 というのに値を置き換えてるけども、やってることとしてはこういうことです。で次に、Q の I と Q の J、 これがあの自分自身同じもの、同じ場合には1ですけどね、 Q の1、Q の1は1だけど、他の場所それ以外のところについては全部0になります。直行しているとはそういうことですね。内積が全部0になると、この関係使います。それから、今 A の1は求まったんだけど、 A の2、まあ、つまりあのそれ以外のところ、順番に次の項から、そこは A の、まあ、2以降は A の2イコールという数式で書き換えられるんだけども、この場合にはこうですね、 R の22というのを求めたい、 Q2、 R の22、Q2 を求めたいんだけど、その時点でこれは求まってます。 Q1 というのはもう求まってます。それから R1D も実を言うと、内積の式から簡単に求めることができます。 R、まあ、これ AK ですけども A2 と考えてください。 A2 とこれ Q1 というふうに内積を取ってやる。そうすると実際には Q の1と Q の2というのは直行してますから、ここは0になります。内積取ると実を言うとここだけですね、ここだけ浮き彫りにできる。そういうことで、うまくこの直行性を使ってやると R の JK という、まあ、あの対角成分の11とか2233以外のところは全部この数式で求めることができます。求まらないのはさっき言った、対角成分のところで、対角成分のところも実際には同じ公式が使えます。同じ公式をこうやって展開するだけなんだけども、ただこういうふうにして展開した後 R の KK休憩イコールというふうにちょっと書き換えてあります、まあ、これ辺あの左辺と右辺をちょっと入れ替えただけですけどもね、左辺右辺をちょっとこれ入れ替えただけですけども、こういう形にしてやる。でここからさっきの1番の R の11を求めた時と同じですね。ここの大きさを今決めてしまおうと、
これ自体の大きさというのは RKK の値にしてしまうと。でベクトルの正規化したものだけを QK に残してやろうと、そういうふうに計算をしている。それを繰り返していった。それを繰り返して全部の、R スモール R の値についてや計算してやると上三角行列が求まる。また、Q ですね、Q ベクトルの方も全部求まる。そういう形になります。まあ、ただこれ聞いてても、ベクトルの書式だと分かりにくいと思うので実際に数値使ってやります。この例で説明して大体分かってくれればいいかなと。まあこちら側にゼロが多くなってますけど本当はもうちょっとね全部に数値が入ってるものを使いたかったんだけどなかなかいい例が見つからなかったんですね。手計算でできるような例ってなかなかなかったですね。で今の A をこういう形にすると Q1Q2Q3× 上三角行列に直してそうすると展開すると3行3列ぐらいだったら展開はできますね。ここに第1成分、これは第2成分、これ第3成分で、その次ですね。その次にさっき言った A1、A の、まあ、行列の1行目、A1 イコール R11Q1 という、この関係式ですね。この関係式から、まず R11 を求める。R11 を求める。これはどういう値にしたかというと、このベクトル、もともと与えられている A1 のベクトルの大きさ、絶対値にしている。まあ、それは簡単に計算できます。で、Q1 についてはさっき言った通り、まあ、実際にはこれ A を割り算してるだけでもいいんですけども実際には、こういうふうにしてこの3という値が今 R11 出てきましたからそれで正規化してやると。これが Q1、 この Q1 というのがこういう形になると。ベクトルの向きは、A1 と同じで大きさが正規化されたものになる。次に A2 ですけど A2 は A2 というかA2 イコールこういう数式で表すことができる。これは、展開した QR 展開、QR 分解したところっていうのかな、Q と R の、行列を実際に掛け算して展開したものですね。こうなってると。で最初にまず求めたいのは R の1,2 です。 R の 1,2 はどうやって求められるかというとこの右辺見てくださいね。もう一回で、Q1 とここの右辺の内積を取ってやった。 Q1 と右辺の内積を取るとここは残ります。 Q1Q1 というのは内積1ですから。ところが Q1Q2 は直交しているからこちらは0になります。だ結局内積を取ってやると R12 の値が出てきます。まあ、あとはベクトルの内積だからこれは簡単に計算できるよね。で次に求めたいのは Q1 とこの R12 が求まりました。求まったので A2 からここの部分右辺の第1項を引き算してやったら R2292 というもうこれしか残らないです。まあここでやってるのはそれですね。だから X2 ってなってるけどこれは R2292 ここです。で、まあ、ここに書いてあるけどもこれを実際に計算したわけですね。で、ここの大きさつまりここの R2292 のこの大きさ自体が R22 にしてしまいましょうと。この絶対値を R22 に値にしてしまいましょうとそういう約束にします。そうするとこの値でもともとのこの値これを割ってやれば、まあ、そうすると9の2ですね。2が出てくると、まあ、要は正規化したやつですね。正規化したやつ右辺を計算した結果を R22 で割ったものそれが9の2であるとそういう計算結果に出てきます。で最後は A の3の公式というのは Q1 と Q2 両方ありますけどもこれ Q1 も Q2 ももう求まってます。でさっきと同じように Q1 と Q2 の内積を計算してやるともうこれ自動的に R13 と R23 は簡単に計算上出てきます。この2つを使ってやるってあと A3 を使ってやると対角成分の分ですね R33 と Q3 を掛け算したこの掛け算をした形のベクトルが出てくると。でこのベクトルの大きさを今求めたらこういう値になるんですけどこれが
R33 にしましょう、まあ、これしましょうというのは約束ですね。であとそれによって正規化した値、正規化したベクトルを Q3 にしましょう。ここの対角成分の時は必ずこのここ全体の値ですけども、これをアルファ3にするというのかな、まあ、もっと言ってしまうとこの Q のベクトル自体を1にする正規化するというそういう条件があるのでこういう公式ができる。Q の値を別に1でなくてもいいよと言ってしまうとこれが成り立たなくなるんですね。この公式、まあ、数式というか上のこの R33 イコールの数式が出てきませんから、そこあれは何がなくていうかな、一番最初にちょっとだけ書いた条件なんだけどあれは非常に大きな条件です。このグラムシュミックの効果法を、まあ、計算する上で非常に大きな方法になっています。大きな、まあ、なんか条件というかになっています、まあ、最終的な結果全部計算し終わった結果はこういう形になっていますね。まあ、こちらは Q です、直行ベクトルと、こちらは上三角行列、直行ベクトルの、まあ、3本並んだものと上三角行列で、あとちょっとこれはもう非常に簡単な話なので、これも非常にトリッキーです。面白い方法ではあるんだけどなぜっていう聞きたくなるほど、なぜうまくいくかわからないけど面白い方法です。これ累乗法と逆反復法っていうのです。今 の, LR 分解法と QR 法っていうのはもう非常にしっかりと数式を解いて求めていく方法なんだけど、ここは、反復法です。反復法で累乗法はどういう方法かというと、これは基本的にはこれを解いてるのね。まあある程度というかある程度これは近似解だということを頭に入れて解いてもらった方がいいんですけども、かなりいい結果出ます。でこれは A というのはもともと与えられている任意の行列ですね。この行列の固有ベクトルを求めようというんだけども、 X に適当な値を入れます。00以外ですね、0以外の適当な値を入れます。でそれで入れたら計算結果出てくるよね。出てくる。でそれをまたこちらに戻してまた繰り返し計算する、単純な全化式です。全化式をただ繰り返してどん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 繰り返していくと X が固有ベクトルになっている。まあここでは固有ベクトルの最大のものが一つ求まるんですけど、ですからそれを除いたものを次また求めてやれば今度は2番目に大きなものが求まる、まあ、そういうアルゴリズムなんですけども、最大の固有ベクトルだけ求めれば十分という場合も結構あるのでそれなりに使えます。ただしここにちょっと正しが引っ掛けたんだけど、これ計算してるとねオーバーフローをすぐ起こしちゃうね。でオーバーフローを起こさないためのアルゴリズムっていうのはこれです。一回計算するごとに正規化してます。だから正規化しないと繰り返しているうちにどんどん XN が大きくなってオーバーフローになっちゃうんで、そうしたくないというそういう操作です。それだけです。でこの反復によって XN は本当に固有ベクトルに収束していくという非常に面白い方法ですね。あともう一つ逆反復法というのは、今の A の代わりに A インバースを求める方法です。A の逆数、逆行列だけどこの固有値と A の固有値というのは逆数の関係になります。だからどっちを求めても結局は固有、まあ、固有ベクトルは求められるんですね。だからそれをうまく使ってやろうと、まあ、あらかじめ A の固有値が分かっていると非常にいいと、まあ、A の固有値がしっかり分かるような方法であればそれ使って固有ベクトル求められるので、実際によく使うのは近似値を求める方法があります。それを使うことは結構多いみたいですけども、まあ、何らかの形で固有値の近似値あるいは固有値そのものが分かるといい。でこれはどういう方法かというと、さっきの公式に照らし合わせるとこういうことをやってます。要は xn プラス1イコール a のインバースかける xn、まあ、基本的にはこの数式を計算してるんですね。で xn は任意の値何でもいいから入れて、とにかく 順番にどんどん入れて計算していくと。だけどもこれ結構ね、逆行列を使ってるというか、まあ、逆行列を一回計算しておかない、逆行列を計算してないんですけど、こういう考え方をしてるからかもしれないんですけど、ちょっと収束が遅いんですね。だから加速をちょっとしたい。
でどうするかというと、これは原点移動という考え方をするんだけども、さっき言った A の固有値を何らかの形で近似値でいいから求めておこうっていうのはそういうことです。だからもともとの A の値ですね、 A の数式、 A の、 あの行列からちょっとだけ値をずらしておく、固有値1個分ぐらいの値ですけど、固有値の値をちょっとだけずらしておく。そうするとこれによって画然速くなります、計算が速くなる、そういう方法です。だからこの B というのはなんか非常に不思議な方法、不思議だなと思うかもしれないけど、やってることとしてはそれだけです。だからそんなにあの公式的に何か複雑なことをやってるわけではないんです。で次、ここがまたちょっとトリッキーです。この X の N プラス1を求めたいんだよね。で逆行列にこれを、まあこの値を逆行列に掛け算をするよりも、まあというかさっき言った逆行列はできるだけ使いたくないということもありますので、あのそれよりもこうしちゃえば、これ要は何かというと、両方この公式の両側に A インバー A を掛け算したと思ってください。そうするとこういう数式になるよね。だからこちら右辺に B のインバースがあるのとこちらに B があるのが基本的に同じ式です。同じ式で求めたいのは X の N プラス1。じゃあどうするっていうと、これ形見て分かる通り連立方程式ね、 XN は適当もう値が分かってるわけだから、で B も数値分かってるから、そうすると連立方程式解けばいいです。だから連立方程式を何回も何回も解いて、それで気がついたら固有値に収束しているという非常に面白い方法ですね。というかちょっと時間なくなったんですけども、あのここで今日の演習をちょっと入れます。テキストの方の説明は以上で終わりなんだけども、マトラボを使ってっていう話で、これはあの割とあの毎回紹介してます。で紹介していて、マトラボを使って今回のテキストを使うあの授業内容をね、計算するとどの程度でできるか、そういうものも説明しています。その後でちょっと必要そうなというのかな、今後必要になりそうなマトラボの関数の話だか、あの文法の話も少し入れていきます。マトラボによる計算では、例えば A の行列を 10-1 1-10 101っていう、まあこういうあの 3×3 の行列にしました。固有値を固有値と固有ベクトル両方求めたい、これはもうマトラボでは関数になってます。これアイゲンバリューなんで IG ですね、 IG という関数ができてます。それでこれ仮括弧では出てくるものとして、固有ベクトルと D、 固有値行列とこの2つを求めたい、これはできます。だから固有ベクトルと固有値行列を求め出してくださいという、この関数1個、関数と1個というのはこの式1本で答えはもう両方とも出てきます。これ答えですけども、これ固有ベクトルと書いても行列ですね、マトリックスです。これどう見るかというと、第1列、第2列、第3列、これがそれぞれ固有ベクトルになってます。それそれぞれの固有ベクトルに対する、固有値というのがマイナス1、0、2になっていると、まあ、そういうことで一瞬にして答え出てきます。それから LR 分解というのは途中だったけども、 LR 分解による固有値計算はじゃあどうやるかというと、これも前回ちょっと説明したけども、まあ、今の上のこれですね、あのこの行列があると、これに対して LR 分解を行うんだけども、さっき言った通り LR 分解と LU 分解というのは全く同じものです。 LU 分解で、 LU 分解、 A を LU 分解する、 L と U を出してくださいと。で次に A を U×L で新しい A を求めましょうと、まあ、これ1箇所しか1つしか書いてないけど、これを繰り返せばいいわけですね。この2つを繰り返せば、あの固有値が求まります。これだけです。あのマトラボでやると、まあ、これ何回も言ってるけども、他の言語のように変数の宣言とか、あの手続きみたいなものがほとんどいらないので、本当に単純にこれだけで済んでしまいます。まあ、実際に繰り返しの分プログラムで書くとしたらこういう形になりますね。for文なんかを使っていけばいい。これ5回にしました。 i の値の1から5っていうのは5回繰り返すということなんですけど、まあ、さっき言った L と U を分解して、 L と U を求めて、ただ順番を逆に掛け算する、これだけで済むと。ただし
先週の話ちゃんと聞いて、先週じゃないね、前回の授業の話をちゃんと聞いてる人は変だと思うかもしれません。明らかに変なんです。なぜかっていうと、マトラボでは LU 分解、この関数では L と U だけではなくて P という置換行列、置換行列ですね、置換行列も、求めちゃいました。それが入ってないじゃないかと。入ってない、なんか前回 の僕の説明ではね、 L と U と P、 マトラボでは3つも求まっちゃうんだよって。でクラウト法のように LU だけは求めることができないんだよって話を覚えてる人がいるかどうか分かりませんけども、覚えてる人にしてみるとなんかそれってなんか変じゃないかって、変なこと起きないかっていう話です。それじゃあというのは実際にどうなってるかというと、実はこんなになってます。マトラボで求めた時には、これこの方法でっていうか、今の方法で、求めると結果が出ますよと言ってる本はテキストを書いてる人は大勢いるんですけど、あんまりこの辺の詳しいことは書いてません。でどういうことが起きてるかというと、例えばこういう 3×3 の行列があると。そうするとね、普通ね LU でさっき、先週前回も話したように L、下三角行列、上三角行列と置換行列、これを3つ求めるとこうなります。確かに 下三角と上三角が求められてるんだけど、あとこういうふうにもう一つ行列 P っていうのが求まっちゃいます。これも一番いいのはこれ単位行列であれば全くこのまま使えるんだけどね、そうじゃないよね。だから実さっきやったように P を除いて表示する。この時何が起こるかっていうと、こんなことがあります。この計算では表示してみると結果としてはこんなのが出ます。上三角行列というか下三角行列じゃないよね、これ明らかにね。下三角行列ってこういう形なんだけど、それの1行目と3行目が入れ替わっちゃってます。つまり L と P が掛け算した形でここには出てきちゃう。そうするとえっていう感じがするよね。さっきの説明ではこれを繰り返せば答えが出るっていう話なのに、実際のところおかしいんじゃないか、そう思う人がいるかもしれません。実際にマトラボのそういう数値解析の本を書いてる先生がいて、結構いて、さっきの方法でちゃんと出ますよっていうことを言われてます。で僕の方もさっきの方法で答えが出ることは確認できてます。でじゃあ何が起こってるかって話ですけども、ここですね、問題はここで LU 分解したときに今みたいに L と P が掛け算した形で出てきてしまっても、それがずっと続くわけじゃないんですね。何回もこの演算を行っていると、後半の方は P はほとんど単位行列しか出てこなくなります。で、要はとにかく繰り返しているうちに最後、上三角行列だけ A が上三角行列の形になればいいと。その時にさっきの P はどうなんだっていうと、あれあっても同じ結果になるんです。不思議かもしれないけどね、さっきの理論的な話とちょっと違うよね。理論的にはその数式の中に P って入ってこなかったんだけども、入っても最終的に同じ結果になります。自分のイメージで、僕がいろいろ計算してみたイメージはなんとなく、その点値が入ってしまう、点値は置換が入ってしまう分収束が若干遅い気がしますけどね、若干収束が遅い気がするけど、そこだけちょっと我慢すればあとは普通に計算ができるし、最終的な結果というのはちゃんとした値で求まります。ここはちょっと多分授業をよく聞いてるという人というか、割とこういうことをコンピュータープログラミングとかそういうことに強い人は不思議に思うかもしれないんで、ちょっとだけ補足しておきます。あと QR 分解による効率計算もさっきと同じですね。さっきと同じように基本的には QR 分解っていう関数があるんだよね。 QR って、だそうすると Q と R 求まります。でただそれの Q と R 求まったら順番を入れ替えて掛け算する、これをただ繰り返すだけ。いいですね。さっき の LR 分解のところと全く同じで、 LU のところを LR に変えただけだから問題ないと思います。でここから最後ちょっと残りしか時間ないんだけども、マトラボの文法について少しだけ、もう少しだけ補足していく。ここでは何やるかというと for文ですね。for文で変数イコールベクトルになってますけど、繰り返しです。代入ベクトルごと代入してるんだけども、実際には一つずつ計算していると考えてくれればいいです。
エグザンプルですけども N を50回繰り返すんであれば N イコール1コロン50、これコロン何回も説明してるけど1から50までステップ1ですね、ステップ1で行うと。だからまあ50回、まあ、ただ本当に内部的な処理の方あの話でいくと1を入れてあのクリやあの行う、2を入れて行うというよりは1から50までのベクトルを作っておいて一気にそれを N に代入してあと内部処理を行う、そういう形になります。でそういう意味ではちょっと意味は違うんだけども、あの C 言語とか他の言語と同じように1から50まで順番に繰り返すと考えて問題ないです。これは0から1まで真ん中にコロン、コロンとコロンの間にもう一個数字入りました。これは1からマイナス 0.1 ですね。0、0.1、1ですけども0から 0.1 刻みで1まで、つまりあの11回ですね。ここに書いた from 0 to 1までステップ 0.1 っていう11回の繰り返しを行う。で次の法文に、これはね C 言語ではあんまり普段使わないんだけども、あのすごく強力な法文、さっきみたいに 1,2,3,4,5 って順番に値を代入するのであればどの言語でも簡単にできるんだけども、マトラブはこれがすごく簡単にできます。こういう法 N イコール簡易括弧で 1,3,-1,4、 これ何かっていうと N に最初1を入れます、次3入れて -1 入れて4入れるっていう値を ある等間隔の刻みで順番にやるのではなくて、こういうベクトルを考えておいてこのベクトルの一つずつの要素について順番に実行するという考え方なので、もう値は好きに決められます。こういう方法を知ってると意外とC 言語だとちょっとあの難航するっていうかな、 C 言語であの基礎的な話だけしか知らないと難航するようなプログラムでも意外に簡単に書けます。あとちょっとさっきちょっと言い忘れたけども、法文の場合最後に必ずエンドをつけます。ここからここまでを繰り返す、まあ、C 言語の場合あのブロック化といって中括弧で囲んだけどそれと同じだと思えばいいですね。内容は同じですから分かりやすいと思います。次にブレイク文、これもまあ他の言語でもよく使うので分かると思うんですけど、法文で繰り返していると、この場合は A の値にどんどん N の値を加えていくと、で A の値が100を超えたらやめよう、やめるとき の命令ですね、ここにブレイクっていうふうに置いておくとここのループ法文のループ全体の外側に出ていく、まあ、ただここは if 文のときも必ずエンドをつけることになってるんで慣れないとどこまで飛んでいくかわからないってことはあるけどね、まあ、この場合はこの for ループの外側に飛んでいくと。次 while 文、これも for 文と全く一緒です。これも同じなので簡単に言っておくと、この n 小なり m、 これ条件が満たされている間だけここの中を繰り返す、 for while から end までの間を繰り返す、まさに同じですね。これ C 言語と同じですね。一例としてこういうのがあります。 while の値while n、まあ、は5以下、この n が5以下という条件を満たしていればずっと繰り返す。これディスプっていうのはちょっとまたどっかでまた紹介するかもしれないけど、画面にこういう文字を表示するという、画面に文字を表示するというそういう命令です。それから n は n プラス 1n イコール n プラス1、これがないと無限ループになっちゃいますからね。これは C 言語も一緒ですね。さてここいきなり実は難しいです。ファンクションの定義、今までみたいに非常に単純に、繰り返すとか if 文で場合分けする、その辺は非常に楽なんだけど、自分でやっぱりオリジナルの関数を作りたいとか作らないといけない場合結構あります。マトラボはもうさっき見た通りね、はっきり言って数学の関数大半がかなりできてます。できてるけどそれだけではさすがに研究できないんだよね。さすがにそれだけではちょっと厳しいので、自分で何か関数化するとかそういうことがよくあります。でその時のやり方なんだけど、ちょっとここが独特、他の言語とちょっと違うので、ここはここでは紹介程度なんだけど、本当にマトラボを使うつもりがあったらまた自分でちょっと勉強してみてください。
いろんなところでまたね、他の数値解析の方法なんかでも必要な時にあるので、その時また紹介するけどね。でこれサンプル 2.m って、これはまあ、サンプルです、プログラムです。でクリアオールっていうのは、これはメモリをクリアした、メモリをクリアっていう、まあ、変数の値ですね、をクリアした。次 a イコールっていうことで、これはベクトルを入力しました。で x の値としてはマイナス5から5まで 0.1 刻みで値を入力しました。でその後 y イコールファンクニっていう、ファンクニっていう関数を使いたい。で a と x、 この a の値と x の値を全部入れて、これベクトルだけどね、ベクトルつまり値全部ねを入れる、それで計算をしたいってことになります。さてここで問題で、ファンクニっていうのは C 言語とか他の言語だと、ここにメインのプログラムがあったらそのすぐ後ぐらいに書けました、すぐ後に書けたんだけど、マトラボの場合にはこういうふうに関数を作ると、関数のファイルを別に作らなきゃいけないです。ここはちょっと独特で、しかもファイル名ですね、ファイル名、ファンクニテムって書いてあるけど、ファイル名と関数の名前は同じにしておかなきゃいけない。これおかしな、面白いルールだけどね。でファンクニの内容ですね、ファンクションって関数枠ですね、はイコールファンクニ、まあ、ここはだから自分の関数の名前を最初に書く、で引数もこうやって書きます。で次は y 関数、その場合 y イコール ahana さんっていうのは、これ ahana さんですね、それぞれの値です。それからコサイン x だけども、これはベクトルでこれ大量に値もらってきたんだけど、せーのでドンって入ります。だから出てくるのは y ははっきり言って、関数で出てきます、関数じゃありません、関数じゃなくてベクトルで出てきます。X がベクトルなので、もう Y もベクトルでできます。でその後プロットっていうのができるので、これ何かというと画面にグラフを表示する関数です。これ次にちょっと説明します。 X と Y の関係をグラフに表示するっていう、そういう関数です。まあ、この程度のたったこれだけ のプログラムっていうかな、関数を作ってるのにわざわざファイルを1個作らなきゃいけないっていうのは、ちょっと独特で面倒くさいかもしれないですね、最初慣れるまでは。ただこういうふうに作っておくと、後で使い回しはすごくできます。本当にいいものができていれば、もう何回でも簡単に使い回しができます。それがちょっといい点かもしれないです。あとこれちょっと章末問題についてちょっと補足ですね、これも。章末問題では30対角行列の固有値求めようなんていうのがあったんですけども、これ偏微分方程式とかね、そういう時に出てくる連立方程式をまとめたものですね、その係数行列です。で問題の、まあ、簡単化というのかな、まあ、固有値求めてるんですけど、これ意外と厄介です。これいろんな方法か展開式なんだけども、まあこんだけ 3×3 までかな、3行3列までが展開式、まあ、公式みたいなのがあるけど、それ以上になると一応定義に基づいてしっかり解いた方がいいです。まあ、これ数学の先生で怒ってる先生もいて、ちゃんと 2×2 とかね、 3×3 もその公式じゃなくて定義式とかそういうところにのっとってしっかり解く練習をしとかなきゃダメなんだと言ってる先生もいました。でこれはだからそういうことで、まあ、公式いろいろあると思うんですけど、ここではバンデルモンドの行列式、まあ、それを参考にして計算してみてくださいと、まあ、そういうものを使って計算してみると解析解が求められます。でどうぞ厳密解ですね、解析解あるいは厳密解だけども、固有値はこういう形で求まります。固有値はこんな形になってます。それから固有ベクトルはこういう形で求まります。で、さっきのヤコビ法を使った場合には、こういう場合にさっき言ったように正規化された値が出てきてしまうとかね、それで実際の値とヤコビ法の値が違ってるとかね、そういうふうに勘違いしちゃう場合もあるので、そこだけ注意してみてください。まあ今日